はい、皆さんこんにちは。クラシックギタリストの高橋義忠です。今なんで私の声と体が揺れているかと申しますと、下をご覧ください。こちらですね、まあ、いわゆるブルブルマシンをね、使っております。これ最近購入しましたけど、すごく、気持ちがいいです。ちょっとね、引きで取るとこういう感じになります。まあ、経験したことある方もいるかもしれません。スポーツショップとかでね、あるいはスポーツクラブとかで経験したことある方いるかもしれません。こう左右に揺れてですね、それで、まあそうですね、全身揺れるんですけれども、このお腹周りとか腰とか背中とかね、あるいは足とかふくらはぎとかに刺激がいってですね、まあ私の場合これなんで使っているかというと、朝起きて、今からエルゴをやろうっていう時、急にね負荷の強い運動をするとやっぱりきついので、その前に準備運動として体をほぐす、こうダダダダダってこうやって、で体の凝り、あのこわばりとかをほぐす、そういう目的で使ってます。だからこれ終わった後すごく、体があのほぐれて、ちょっと、まあ、気持ち多い感じになって動きやすくなりますので、すごくいいです。あとは これはですね、会社勤めの方とか一日中あのデスクワークで体をじっとしている方ね、そういう方ってやっぱ体が凝り固まると思うんですね。で足がパンパン、腰がパンパンということあると思うので、一日ね、会社から帰ってきて、家に帰ってきたらこういうのをやると、すごく体のね、まあ、凝り固まっている部分がほぐされていいのではないかなというふうに思います。はい、ちょっと降りますね。はい、それでまあいろんなこのブルブルマシン、振動マシンね、ピンからキリまでいろいろあるんですけれども、私の場合選んだポイントとしては、とにかくコンパクトに、持ち運びができることというのを条件にしました。でこれ、大体6キロぐらいですので、そんなに重くないです。これ多分女性でも簡単に持ち運びができますので、まあ他の部屋で使いたい時も気軽にこう持ち運ぶことができます。でコンパクトのサイズですね、まあ、ほぼ肩幅ぐらいです。でもちろん世の中ですね、このブルブルマシンもっと大きい、サーフボードぐらい大きくてもっとハイパワーでというものがあるんですけれども、そうするとちょっと持ち運びが大変だということで、そうするとまあだんだん持ち運ぶのが嫌になって億劫になって、あと、置き場所にも困ってしまうということがあるかなというふうに思ったので、まあこのコンパクトのサイズで、別に私これであの高い強度のね運動というのは考えていないので、体をほぐせればいいと思っているので、まあ、このもので十分かなと、実際十分ですという感じでやっています。まあ、あの私によっては体をほぐす程度、あのメインの運動はボートっていうのがあるものですから、まあ、あのこれで筋力を鍛えようなどと思っていないんですけれども、あの高齢者の方とかね、運動不足の方とかはあのこれに乗ってるとやっぱりバランスを保とうとして、少なからず足とか腰周りの筋肉は使ってますので、実際だから運動不足の方にはこれいいと思います。で強度を落とせば高齢者の方でもあの安心して使えます。本当に怖かったらこう手をあのどこか壁とかについてやればできますので、あの気軽にあの1年365日ね、外の天気に関わらずこうできますので、まあそうですね、あの大体10分ぐらいこう乗ってるといいのではないかなと。すごく体もほぐれてあのリラックスできますので、すごくいいです。でこれですね、私はこれオークションで落札しましたので、3000円ぐらいで手に入れることできました。でこれと全く同じ商品ってちょっと私探したんですけど、アマゾンなどではなかったんですけど、色違いで、まあ、あの別メーカーなんですけど基本構造は同じようなものがありましたので、まあ、そちら概要欄に載せさせていただきます。そちらはね大体1万ちょっとぐらいで、買えますので、まあ少ない、あまり多くない投資で、まあちょっと体をねほぐしたいなという方がいたらね、ちょっと参考にしてみてください。
はい、それではね、ちょっとまた、ちょっと個人的にやっていきたいと思いますけれども、皆さんもね、元気にね、楽しい毎日を過ごしてください。では、さようなら。